お互いにエールを送り合って音楽の道極めよう。連続テレビ小説エール。僕は世界的な作曲家になる。意志は強いがちょっと情けない夫。雄一さんならやれる、きっとやれる。これでもかというくらい前向きな妻。音楽と共に生きた夫婦の物語のスタートです。主人公、作曲家を目指す小山雄一。彼が育ったのは音楽とは全く無縁の老舗呉服店。俺に任せとけ。夢を応援する父と、あなたには無理、現実的な母。家族の問題もあり、作曲家への道は前途多難。なのに、お嫁にください。突然結婚してしまうのです。お相手は歌手を夢見る関内音。結婚しても歌手になる道は諦めない。それでもいい？二人で頑張ろう。あなたの曲を世界中の人が聴くのよ。おめえの夢は俺の夢でもある。雄一君には類稀な音楽の才能があります。目の前のことに全力を尽くしなさい。やらずに後悔するよりやって後悔した方がいいってな。音楽が雄一さんをほっとくはずがない。音楽は心だ。音楽に夢をかけた二人の旅が始まります。連続テレビ小説エール。